皆さん、こんにちは、ティン。では、ミラクルボーイ、キングタクです。まあ、食物アレルギーについて皆さん、お勉強したいと思います。まあ、大変なんですけどもね、どんな原因か、アナフィラキシー症候群というものがあって、いろいろなアレルギー、食べ物のアレルギー、カニとかいろいろ、まあ、卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツ、エビ、カニ、私、子供の頃、小麦とかのアレルギーいろいろありましてね、大変でしたね。でも、今、改善はしておきます。はい。食事は普通通りに食べれます。はい。まあ大変なことになっちゃいますね、いろいろ。アレルギーが体内に入って、まあ引き起こして、それからマストに体質になって、また入っちゃって、引っかかって、もうアレルギー症状、発疹とか吐き気、嘔吐などです。エピペン、あとは普通の薬、まあおすすめです。ステロイドとかいろいろ。こういう研究、確かに大変ですね。いやー、驚きました。こういうのは驚きました。まず、問診で調べて、まず検査を受けて、まあ、血液検査、皮膚試験、植物調教試験、あとは負荷試験とか、状況、食品の程度がわかります。はい、いろいろ。他にも、こんなアレルギーが、食物依存性、運動誘発アナフィラキシー、始めました、ね。高カアレルギー症候群、ラテックスフルーツ症候群、果物でもアレルギーがよく起こります。食事もいろいろですね。はい。大変なもんですね。はい。まあ、献立表も見れば、はい、わかりますね、いろいろ。お弁当とか、あとは除去食、代替食、いろいろ出ますね。そういう対応も大変ですね。というわけで、お分かりいただきたいでしょうか。今日は食物アレルギーについてでした。バイバイ。